はい、レオンチャンネルです。全シフトカー対応のデラックストレーラー法が発売されましたので、早速いろんなシフトカーをセットして音声確認しようと思ったんですが、なんとシフトカーをチェックしたところ、シフトアメージングサーカスを持ってませんでした。そういえば前に08を開封した時に出なかったんですよね。ということで慌てて08を探してやってきました。ただもうちょっと古いですから、ガシャポンマシンの中に2個しか入ってなくって2回しかできませんでした。これで出ないとシフトアメージングサーカスをAmazon で買うことになりますね。では開けていきましょう。まずは1個目、なんか重いのでシフトアメージングサーカスが入ってるような気がします。いきます、パカッと、せーの、でかい、分厚い、これは当たりだ。1個目、せーの、ドン。うわー、よかった、よかった、シフトアメージングサーカスが出ました。 Amazon で買わずに済みましたね。はい、ノーマルのシフトアメージングサーカス、思ったより実物派手ですね。すごっ。では2個目。割とあっさりとシフトアメージングサーカスが出ましたので、もう何でも OK です。どうせならレア物来い。うん、これはいい感じ。はい、開けます。せーの、ドン。よっ、おぉ、ラッキー。シフトアメージングサーカス2個目。よかった、よかった。図らずしもガチャマシンに入ってたラスト2つは両方ともシフトアメージングサーカスでした。サーカスのレア物はメッキエンジンバージョンですから、今回は両方ともノーマル。はい、全体はこのようになってて、むちゃくちゃ派手ですね。前側、上側、下側、後ろまできっちりと塗装されてて、ちょっと怖いピエロもいい感じですね。で、ガシャポンですから、クリップで回るのと、若干ミッキーマウスっぽい絵柄になってます。で、くるっと回転して、6人のコロ走行、レバーアクションもあります。デラックス版も触眼もありませんから、今のところはガシャポン限定です。同じクリアホワイト系のシフトカーと比べるとこうで、ベースの成型色はロードウィンターが一番近いですね。ただデザインは相当変わってます。では音声確認しましょう。まずはドライブドライバー。タイヤ交換。アメージングサーカス。ピエロの顔が出てコミカルな効果音が鳴りましたね。ではシフトアップ。フルスロットル。フルスロットルサーカス。次はブレイクガンナー。はい、ドライブドライバーと打って変わって渋いアメージングサーカスですね。トリガー、フルブレイク、マッハドライバー炎、おお、なかなか変わってますね。びっくり。かなりびっくり。フルスロットル。必殺。フルスロットル。びっくり。はい、ということでガチャポンシフトカー08のシフトアメージングサーカスを紹介しました。これで一通り今発売しているシフトカーは揃いましたので、
いよいよデラックストレーラー法でシフトカー音声を確認したいと思います。以上、ガシャポンシフトカー08、シフトアメージングサーカスの紹介でした。